駅である大阪北港駅があった辺りはもともと遠浅の海が広がり大阪市民が潮干狩りや海水浴などを楽しむ行楽地であったここを埋立てて秩庫を行う計画が始まったのは1931年5月のことで大阪北港株式会社が秩庫事業を実施した同社は1944年までかけて 約60万平方メートルの土地を造成した。大阪北港駅へ至る貨物船は、もともとこの土地造成工事に使用されていた線路を転用したものであった。第二次世界大戦中は、この大阪北港は南方への軍需物資積み出し、拠点とされていたため、そうした軍事輸送を視野に入れたものであった。 安治川口駅から大阪北港駅までは1943年11月21日に開通した。この際安治川口駅の手前、西宿場側から分岐して大阪北港駅へ至る廃線とされ、安治川口駅から向かう場合には一旦引き上げ線に入って折り返す、スイッチバック運転を行う構造となっていた。しかし、 第二次世界大戦の敗北により軍需輸送はなくなり、戦災により、北港方面にあった事業所も機能を停止して、事実上貨物船の利用はない状態となった。さらに地盤沈下の影響により日常的に冠水している土地もあるなど、北港方面は荒廃した状態で放置されていた。このため、北港線は、不要となった土砂や石炭梅などを輸送する程度の、 利用に止まっていた。1948年7月に大阪北港駅構内に国鉄燃料製造株式会社が設立され、蒸気機関車の燃料に用いるレンタンの製造を行うようになって、北港線はこの輸送を担うようになった。1952年10月からは大阪市により、 地域の整備事業が始められ、地盤のかさ上げが実施され、産業の復興も進むようになった。昭和30年代に入ると、もともと、日本国有鉄道、大阪ガス、住友商事の3社の所有地が大半であった、北港地区をばら積み貨物の取り扱い用に整備する事業が始められ、これに伴って、大阪市へ、 土地の譲渡が行われて、大阪北港駅も移転することになった。従来、北港入り掘り沿いに付設されていた大阪北港駅、貨物ヤードは、1966年末に、北港地区中央部に移設された。この際に、元の北港入り掘り方面にあった、国鉄燃料製造まで専用線が付設されている。 大阪北港駅へ至る線路もかさ上げが行われ、大阪北港駅からさらに西へ、初端場までの延長775メートルの臨港鉄道が付設された。その後、貨物輸送の自動車への転移が進むにつれて、臨港鉄道の利用は低迷するようになっていった。国鉄では、財政再建のため、1982年11月15日付で大阪北港駅を 独立した駅としては廃止とし、安治川口駅の側線扱いでの営業とした。一方、1979年3月に、港湾審議会において、阪神高速5号湾岸線や、この花大橋の整備が決定されたが、これらと国鉄貨物線との交差が課題となっていた。そこで、1982年12月に国鉄に対して、 北港ヤードの移設や公共林行線の廃止が大阪市から申し入れられ、撤去費用を大阪市が負担することで協議が整った。1985年3月15日に、味川口駅側線扱いでの営業も終了し、大阪市が施設の撤去を行った上で、跡地1.74ヘクタールは石炭保管用地と港湾運送事業用地に転用された。 ありがとうございます。